ペナン島とスブランプライペナンペナン州は、マレーシアの州の一つである。南北2 4トル東西1 5トルのペナン島、東洋屈指の長大峡ペナンブリッジで結ばれる、対岸のマレー半島部分のスブランプライにて構成される。マレー語発音のプラウピナンとは、ビロージュピノングの島プーラウを意味する。詳細は、ペナンの歴史を参照ペナン州はもともと、 ケダ王国の土地であったが、イギリスに騙し取られてしまった歴史のため、独自の王を持たない。そのため、マレーシア国王が、州首相と協議して任命する任期4年の知事が、置かれる。知事は、儀礼的存在であり、州政府の長は、州議会の多数会派から選ばれる、州首相である。ペナンは、東洋の真珠や、インド洋のエメラルドとも呼ばれ、古くからマレーシア有数のリゾート島である。 一方で、対岸のバターワースは、ポートクランと並ぶマレーシア屈指の港であり、バターワースやバイアンレパス空港周辺は、外国資本の企業も数多く進出するマレーシアの工業の拠点となっている、ジョージタウンの中心部にある象徴的な65階建てのコムタタワーは、ペナンで最も高い建物ある。ペナンは、セランゴール州とジョホールに次いで、マレーシアの州の中で、 第3位の経済都市であり、RM33456.00 と2010年のマレーシアの一人当たり GDP が最も高い都市である。製造業は GDP の45.9%であり、ペナン経済の重要な構成要素となっている。島の南部にはバヤンリパス無料工業団地があり、ハイテク電子機器工場で工業化されている。しかし近年、 中国とインドの安価な人件費などの要因により外国直接投資の緩やかな下落を経験している。2010年にペナンは国の設備投資の最高合計を持っていた。ペナンでは2010年にマレーシアの総投資の26%を占めた。2011年にはペナンは合計で RM9.1 億2年連続のためにマレーシアへの投資の製造でトップとなった。 しかし製造業、サービス部門と民間部門を含むミダによって導入された相当資の新たな測定指標では、ペナンは RM14.038 億の総額で相当資にサラワクに次いでマレーシアで第2位。これは主に十分な一次産業への投資を持っていないによるものであった。米国メディアのブルームバーグは、ジョホール州やサラワク州など他の州で 連邦政府の集中投資にもかかわらず、マレーシアの最大の経済的成功とペナンの経済成長を説明した。結果的に、総投資の増加による経済的な成功の後、ペナンの公的債務が減少し、2011年の終わりで2008年に RM630 万ドルから RM30 万円95%増となった。ペナンの経済の他の重要なセクターは、 観光、金融、海運、その他のサービスがある。ペナン開発公社は、インベストパナングは、ペナンへの投資を促進することを、唯一の目的と、州政府の非営利のエンティティであるのに対し、ペナンの社会経済開発を強化し、の雇用機会を創出することを目指し、自己資金法定機関である。ペナン島内に、LRT 鉄道建設の構想がある。ジョージタウンとバタワース間には、 フェリーが24時間運行している。また、インドネシアのメダンやケダ州のランカウイ島と間にも定期航路がある。島内は数社のバス会社によって、くまなく網羅されている。ペナン島と本土主要都市間やシンガポールタイとの間にも高速バスが運行している。ペナンブリッジを経由して、半島部を縦断する南北高速道路と繋がっており、クアラルンプールを経由し、 シンガポールへ結ばれている。現在ペナン島内やウェレスレーの道路建設が急ピッチで行われている。ペナン、バイアンリポースクライメートノーマルズ1961-1990ナショナルオーシャニックアトマスフェリックアドミニストレーション2015年2月4日閲覧。例えば JTB における表現。ありがとうございます。